皆さんこんにちは。誘導員の二十歳の井と西田ひかるとアドニスです。川崎競馬第13回開催が終了となりました。皆様、ダートグレード競争エンプレス杯はいかがでしたか？次回も誘導馬のスプレーを予定しております。ヒントはこちらです。どんなコスプレをするんでしょうか？楽しみにしててくださいね。次回から新年度の川崎競馬となります。第1回開催は4月3日月曜日から4月7日金曜日です。4月5日にはクラウンカップが開催されます。誘導馬2頭で誘導しますので手を振っていただけると嬉しいです。開催状況など詳細は川崎競馬公式ホームページをチェックしてね。皆様、第1回開催も川崎競馬をお楽しみください。新年度も、新しいコスプレにどんどん挑戦していきたいと思います。応援よろしくお願いします。